妖怪ウォッチ10周年です。どうも、なおちんです。今日からですね、ちょっと妖怪ウォッチシリーズをすべて、やっていこうかなと思います。まあ、今年の夏休みはね、妖怪ウォッチだらけでいきたいと思います。で、とりあえず、データがどんな感じなのか見ていきたいと思います。今日はですね、ワイワイ学園生活ですね、妖怪学園 Y です。どれぐらいやってない最終データが、でも去年だわ。去年の夏に一度開いてるみたいだね。ちょっと見てみましょう。レベルが、人兵が、824。999はまだ遠いな。確かもう999までいけたよね。で、他が700か。なるほど。レベル微妙だな。いや、全然ね、全部の敵と戦えるぐらいの強さはあるんだけども、マックス。いや、マックスまでこれ結構あったよ。結構あったよな。で、装備なんかは、もうある程度揃ってたと思うんだよね。懐かしい。そう。ハリセンとかね、クリティカル時にディフェンスを下げるとか、なるほど、強い。で、爆食ね。爆食メダルが、確か一番強い、メダルだったよね。うん、爆食メダルは、いくつか持ってたとは思う。一番強いやつを。で、ギョギョット棒ね。満腹値が 20% 減りやすいけども、素早さが上がるってやつ。で、コスモフロンティアが最強だ。クリティカルダメージが受けなくなる。これはね、必須なのよ。強いボスと戦うとき。はい。で、おしゃれグッズなんかも、素晴らしい。いいんじゃないですか？で、技なんかも、そこそこのやつか。ノアが、でもね、レベル800ぐらいの必殺技を持ってない。800台ってなかなか出にくかったか。はい。で、他のキャラは装備は、それなりっていう感じか。うん。まあ、ボスとは戦っていけるでしょう。で、装備品、いや、違うな。アイテムも全然大丈夫ね。アイテム大丈夫。で、はい。合成素材が、エイリアンの陰謀。これ、確かボスを倒して入手するやつとかかな。剣の遺構ね。最上級の、素材は、まあ、ぼちぼちぐらいしか持ってませんね。なるほど。そうか。最終強化は、もうちょっとやり込まないと、全部はできない感じですね。まあ、SD チケットは233枚あるので、ボス戦は全然いける。そうか。まあ、レベル上げ999まではちょっと難しいかもしんないんですけども、まあ、それなりにはいけるんではないでしょうか。はい。ということで、妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活は、レベルが、人兵は800台。で、そこそこですね。で、装備もあるし、合成素材も、なので、これで、今年の夏はちょっとやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。はい。では、ご視聴ありがとうございました。